ようこそおいでくださいました我が城へ。ようやくお目にかかれて光栄ですよ、ミスター・ケネディ。で、お前は誰なんだ？私ですか？ラモンとお呼びください。単刀直入に申し上げましょう。そこにいる娘をこちらに渡していただきたい。今すぐ。無理な注文だ、ラモン。彼女にもいろいろ都合がある。ミスター・ケネディ、ミスター・ケネディ、なんて高貴な方でしょう。とはいえ、我々には彼女が必要なのです。その娘を源として、あなたの合衆国、そして全世界が恩寵で満ち満ちる。それがまさに我が主サドラー様の鉄よりも固いご意志なのです。ということで、ご理解いただけますね。よろしいですか？絶対に嫌。聞こえたろ？とても残念です。丁重にもてなして差し上げなさい。客人は死をお望みのようです。レオ、離れるな。うわ、なに？ちょ、待って。ほい。後ろにいたの？お前、ふざけんな。ハーブ、ありがとうございます。レオン、無事？余裕さ。さっきのラモンってやつは見るからに悪人みたいなやつだったね。わかりやすい悪役だったわ。金塊。ちょっと待って、ここトークン使えるんじゃないの？え、使えないの？これは何？あ、何かを差し込むんだね、これ。差し込む穴のね、出てくる穴じゃないのね。ほれ。あ、助かる。開かないの。ここはダメか。ハーブ、黄色。ああ、ヒットポイント最大値上昇。あれも取れない。開かない。ダメか。上に行くしかない。じゃあ一回、金塊を打ってね。武器を強化しよう。絶対高く売れるだろう。よーし、ウェルカム。それで何がお望みだ？サンキュー。本気で生き残りたいと思ってんなら武器を改造する。改造ってのは根気と努力がいるんだ。また来いよ。開かないか。中庭への抜け道を探そう。抜け道ですか？
アシュリー、この広場を走ってるだけなのに、はあはあ言い過ぎだろ。開かないか。もしああいう出っ張ってるところを打つとボタンになってるとか。ない。それはないのか。登れないのか。あ、そういえばあそこ二人、そうそう二人マーク出てた。いいよ。中から開けてくれ。いいよ。さすがだな。アシュリー耐久度低い割にはこういうことができるから、この後の特殊部隊になったらいいんじゃないですか。 BSAA とかの。 BSAA ってなくなったんだっけ。もうこれナイフで壊せるかな。あ、ナイフで壊せた。うわ助かる。あ、このマーク、このマーク、なんか最初の集会所で見たマークだな。教団のマークなのかしら。ここから先に進めそうだ。慎重にね。あー、なんか壁に貼り付けになってる。あいつ動かないよね。ああ、ここにもいた。びっくりさせんなよ。ああ、でもここ開かないんでしょうね。ああ、やっぱりね、拾ってこないとダメと。世話係の日記ってことは、何かお世話してた化け物がいるっていう、そういうやつでしょうよ。何？大きな動物の鳴き声みたいな。起きないよね。一発撃っとくか。よし。地下牢の鍵。光は失われた。うわ。こっそり逃げるの？もしかして。
え、どうすりゃいいの。いや時間かかる気か。なるほど、いてててて。多分ね、上からぶら下がってる鎖に反応するのはカシャカシャ言うと。どこかで音を立てて敵を寄せつけてって感じなのかな。とはいえ音を出さずに使える武器がないぞ。どういうこと？倒せばいいのか？倒してみようか。絶対倒せないと思うんだけど。え、倒せんのかよ。なんなん、あのさ、ステルスだと思うじゃん。余計なダメージ食ったわ。倒していいんだったら倒したわ。アイテムないかな。マグナム買ったんだからさ。最初からマグナム使っとけばあっという間に勝てたんじゃないかな。この上かな？上にお宝があるのかな？何も、動物が一匹いただけだ。すごいドアから出てきた。大丈夫か？平気よ。
今のところはね。あ、ハバル。何の音だ？なんかキコキコ言ってんな。ああ、なんか人形ある。ちょっと待って、後ろにトレジャーあるな。お宝はいただくよ。出られないと。なんだこれ、何か絵合わせみたいな、そういうことだよね。ん？ポーンって言ったけど何も起こらない。金の方か。打ってもなりそうじゃない。アシュリーちゃんすごいいいこと言ったね。あのドラ打ってもなりそうじゃない。打つんだ。鳥は？鳥か。あれを打つんだな。鹿、蛇。あ、いた。わお。これは何ですか？血塗られた剣。何に使うのそれ。これはレプリカだ。実戦では使えない。これ引くと閉まっちゃうんじゃねえか。やめとこう。血塗られた剣を。飾ってある騎士の絵、よく見るとお話になってない？剣士がいて、王様から剣をもらって倒してお墓に入る。なるほどなるほど。これを抜いていくわけだな。
まず一番最初は普通の人だから鉄の剣じゃないのか。で、王様からもらうんだからこういうちゃんとした剣で、敵倒してるからここは血塗られた剣で、お墓に入っちゃってるからこの朽ちた宝剣。あ、いた。正解だったのね。なんだよ今どこ行った蛇。その蛇ケイ、クうわー毒蛇で回復。腕輪ゲット。アシュリーずっとこの小刻みに震えてるし、びっくりしたポーズ。あ、ほら緊張したポーズ。こんな敵来ないところもうちょっとリラックスしてもいいのに。待って、ここって最初に来た部屋じゃない？戻ってきたんだ。中庭へ向かう。で、ドラ、この絵と次はヘビ。この絵何なの？人魚？次はヘビだよね。ヘビつけないと。ヘビはどこだ？あ、ここに鹿があるぞ。まあいい。あ、これ蹴り落とすのかな。あー、なるほどなるほど。あそこに飛び乗るのかな、もしや。待て、腕輪を売ってこよう。ストレンジャー、ウェルカム。何から始める？いつもこうならいいな。金が足りないぜ、ストレンジャー。ナイフの手入れも忘れて見とれちまったか。素敵な旅を。登って登って。君は絶対真似するなよ。バカするしないわよ。できそうだけどね。タカかな。わお。びっくりした。シャンデリアに乗るなんて行儀悪いわよ。そんなこと言ってる場合か。行儀の問題でしょうか。あ、確かここに何かぶっ刺すんだな。ないな。待てよ、これ行ってないところがあるな。え、もう二度と行けないの。ここ内側から開けとけばよかった。
で、ヘビはどこなんだい。下で鳴らしてくるのかな、これ戻って。多分あれを撃てばいいんだよね。ここ開けられるでしょう、違うから。よしよし。は。そんでもって、あ、何かある。すごいな、お宝だらけ。いや、ここついてないぞ。嘘だろ。え、つけたんじゃないかい。蛇つけてるじゃん。もしやこれ消すのか、今ついてるやつ。それほい。いや、消せないのかな。これをもう一度引くってことはできないの。一回つけたら、一回つけただけかい。あとこれもつけとけばいいんじゃない。じゃあ、おい、ここのとあっちのはリンクしてないってこと。どうだ、つかないね。やっぱこっちはこっちなんだね。広間は広間。でも鹿なんだよな。ヘビはどこだ。実は向こう側にあった。おお、でも鷹だな、これ。鷹だよ。鷹か何か知らんけど。あ、いたわ、やつだな。いや、でもアシュリーね、さらわれるときにブーツでよかった。これがハイヒールとかだったら、この逃走は成り立たない。まあ、靴脱いで走れっていう意見もあるかもしれんけど、多分、こんだけね、銃撃が飛び交ってるのがね、破片を踏んでね、怪我してしまって進めないよ。あれ？戻ってきた？ガラクタ何でもごサンキュー。
きっちり金を払えないなら、あんたいい仕上がりだぜ。また来いよ。細かく強化していく。シュリちゃん登ったり降りたりごめんね。ハンドガンの弾だ。助かるな。ごきげんよう、ミスター・ケネディ。娘を差し出す気になりましたか？しつこいぞ。あなたたちのために歓迎の宴を用意しました。さあ見せてください、姫を守る勇敢な騎士の物語を。最低。あいつの喋り方、初見でも悪者ってわかる。ん？これ最初の広間じゃないか？正面扉開いただけだね。これは何だい？世界の寄生虫とその恐ろく噛みました、その恐るべき生態第2巻。寄生虫が宿主をコントロールする。勉強になる。日常生活で寄生虫を勉強することないからね。なんだこの大きな扉、こっちか、ここの扉行った方がいいのか。しかもトレジャーの絵がついてたんな。この辺りにトレジャないのかよ。絶対ヤバそうなんで。気をつけて。なんだこれ。黒い噴水。なんかあるなあ。あれ罠なんだろう。あれ触ったら敵バーって湧いてくるとかなんだろう。じゃないとあんな見え見えないところに置いてあるわけないじゃん。破片手榴弾、手榴弾が出てくるってことはいっぱい出るんじゃないの、敵。来たわ。え、来た。これが宴ってわけか。
してくれ。このハンドガン強い。無限巻きじゃない限り倒せるぞ。いけるぞ。はあ、大丈夫だ。うん、やり過ごしたのか、倒したのか。いろんなところから声が聞こえるけど、え、これ引っこ抜くんじゃないのかい。何かはめて回すんだな、畜生。まずいぞこれ、段差になってる。降りたら戻ってこれないパターンじゃないのか。いけ。そして敵に囲まれるんじゃないのか。あいつらなんか止まってるわ。はあ、そういうこと。あのお面付きのやつが変身するから、あいつをマグナムで、おら、お前もかい。大丈夫だった。ね。しかし弾がない。あそこに赤い樽があるじゃないの。爆破して殺せってことだったか。モーニングスター持ってるやつはやばいだろ。こっち来い、こっち来い。よし。
アシュリー下がれ下がれ下がれ、アシュリー。マグナムガンが欲しい。あいー、そのハンドル、これをはめるのね。いや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 、絶対これ取ったらいっぱい来るんだろ。はい、取りました。使えそうだ。やばいぞ、アシュリー、なんか撃たれてるから。どきやがれ、このアホが。連れてやるよ。なんて硬いんだよ。でででででで。で、怪我は？平気。お前隠れるよ柱に。あとどこ？あそこか。今なんか弓兵が降りてこなかったか？うわもう最悪だな。なんなんだあれ、めっちゃ硬いぞ。いい加減にしてくれ。弓兵なのに硬すぎ。いや、お前そんなところにいたの。大丈夫、アシュリー強い子だから、助け上げるだけで大丈夫だから。弓でいられてても射抜かれてても生きてる。ちょっと待って、俺の最強のコンバットナイフが、あ、いけてる、温存してる。関門突破だ。弾薬厳しいな。
もっとね、マグナムの弾とかをどん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 出してくれないと、こっち厳しいよ。お宝は？ないね。はあ、この先行くとまた敵が出るんだろ。これ分かってるよ。もう休ませてくれないんだろ。この穴は関係ない。うん？あそこ登るのかな。ちょっと待って、ハンドル回す。何か出てきたね。もったいぶった城だな。本当にそうだよね。まっすぐ行かせろよ。大丈夫か？ええ、任せて。え、どういうこと？止まるな！援護する！うわ、俺も狙われてる。次。プレゼントだ。待ってろ、今助ける。へえ、同時に2体って、2体じゃないよ、2人って。これは厳しいんじゃないですか。難しいっすよ。頑張って。やべやべやべ。行って。お前何してくれてんだよ。そらキャだよな。はあ、走っていってる、走っていってる。早く来い、早く来い、早く来い。そう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 。行くぞ、行くぞ。大丈夫か？うん、行こう。オーケー。え、さっき倒した敵からアイテムって回収できんの？あーん、弾がない。まあいいか、行くしかないか。
やっぱ頼れるのハンドガンだ。本当にハンドガンだけは弾がある。あー、マグナムの弾も来た。なんだ、ここ登れってか。開かないんだろうな。じゃあアシュリー、本当に大丈夫か？この辺りが大丈夫か？平気よ。でも私のことなんかより我が身を案じたまえ。哀れなこいつしよ。慎め我が子よ。アシュリー。